ああ、なんか暇やし、YouTube でも見ようかな。なにこれ。悪そうなやつは大体友達なアイドル、カナタン。へえ、そうや、見てみよう。俺がスキルもねえって、メジャーじゃねえって、おしゃれじゃねえって、じゃあなんでヒップホップって。水がベッチャン、ラインで料理切れない賞味、機嫌のフローならできてるように、他のがもういい、聞くないように需要が見つかる確率多い、運勢妖精みんな証言、それもすごいが今なら当然、はっきり言ってつけるぜ条件、挑戦なきラップ引退当選、何かからすりゃ猿が真似事、知ってるといやなんだあけもの、相撲国技知ってる僕に日本語で乗せる、たとえモブディはエイマルみたい、鏡インスト、じゃあ沸かしとけ、それとチンスコサクッと決めて倒れるリングを通じる心はパスも、ジャンキードラブーダー雷ベイジュ、俺が狂ったのやつらのセンサー、モザのイバー王子のヘイガー、姉ちゃんよりもイカれたヘイル、 YouTube マイスペースにジャンにミクシー、俺が狂った最低の MC、 スキップしながら突っ込む歴史、忘れないでね消えてもいく、
けど止まれない、はっきり答えたい。日本語ラップのシーンとかぶっちゃけどうでもいいのさ、上がりっぱなし俺はドラウン。大事なのは常にここアルマーニーベルサーチ、着てないけど聞いてるデビラージ祖先まで飛ばそう、固定観念ぶっ壊そう。ラッパーとか聞いてアルバム出さない奴らはうんこだお。調子はどうだこだまれ、昭和にねえ前ならえ。ファッションとか関係ねえけど脱いだらおしゃれおかげさまで。小さいわ、ちっちゃいわ、自称ミュージシャンみんな暇。才能ないのが心配だったら新垣さんが振ったりじゃん。引っ張り合いとかいい神合いとか勝手にやってた結果未満。心配さ、じいたちさん、君たちがきさん。 Go!